文楽。文楽とは、人形浄瑠璃文楽のこと。大阪で成立し、本拠地とする、人形浄瑠璃の系譜。1955年に、人形浄瑠璃文楽座の座員により演ぜられる、文楽が文化財保護法に基づく、重要無形文化財に指定された。2003年ユネスコ、人類の交渉及び、無形遺産に関する傑作の宣言。2008年。 人類の無形文化遺産の代表的な一覧表への掲載、そしてユネスコ無形文化遺産保護条約が発行した2009年9月の第1回登録で改めてユネスコの無形文化遺産に登録された。2017年現在は公益財団法人文楽協会を講演団体とし、大阪市の国立文楽劇場を中心に講演を行っている。 1684年、古城瑠璃を独自に発展させた、犠牲漁説の始祖である、竹本犠牲が、大阪に竹本座を建て、自らの犠牲漁説の演奏と人形による、産業、工実での人形城瑠璃の興業を始めた。その後、竹本犠牲の弟子が独立し、豊竹若太夫を名乗って起こした、豊竹座と起草など、流星の時代には、複数の工業元を数えたが、 明治初期には工業元がヒコロク座と文楽座の二座のみとな、その後にヒコロク座が解散、工業が文楽座のみとなったため、文楽という二次の名称が全ての人形浄瑠璃の代表的存在、並びにその代名詞と化したものである。なお、文楽及び文楽座という名称の直接的由来は、兵庫県淡路出身の上村文楽県という人物が、 工業元であった、上述の文楽座ではあるが、前述通り、ギダ優説の思想が、大阪で直接成立させた、人形浄瑠璃の一形態の系譜であるため、人形浄瑠璃文楽を成立させた源流イコール、淡路ということではない。淡路には、淡路人形浄瑠璃が存在する。しかしながら、大阪で成立したその、ギダ優説人形という人形浄瑠璃の系譜を示す、故障がない。 あるいは消失してしまっているため、その系譜を示す語の実例として、例えば現在の人形浄瑠璃文楽の儀名院における演奏的特徴を示す語として、文楽系と呼ぶことがある。それに交する語には、非語録系などがある。人形浄瑠璃は、日本の伝統芸能で、浄瑠璃と人形によって演じられる、人形劇。明治以降、 文楽座が一定規模以上の人形浄瑠璃の講演を行う唯一の講演団体となったため、文楽の名称が人形浄瑠璃と同義に用いられる場合もある。この記事では文楽を中心に、文楽系統の成立以前の人形浄瑠璃、及び文楽以外の人形浄瑠璃についても説明する。人形浄瑠璃については、浄瑠璃も参照のこと。 文楽は男性によって演じられる。太夫、三味線、人形遣いの産業で成り立つ三位一体の演芸である。客席の上手側に張り出した演奏用の場所を床と呼び、回転式の盆に乗って現れた太夫と三味線引きが、ここで浄瑠璃を演奏する。対して人形のことを手すりと呼ぶが、これは人形遣いの腰から下が隠れる板のことを手すりということから。 浄瑠璃語りのこと。一人で物語を語るのが基本で、情景描写から始まり多くの登場人物を語り分けるが、長い作品では途中で別の太夫と交代して務める。掛け合いの場合には複数が並ぶ。浄瑠璃には多くの種別があるが、文楽では竹本義太夫を創始者とする義太夫説が用いられる。なお、多勇名、芸名は、 1953年に、ちなみ会、翌年に、三つ和会が、ライブと表記を変更したが、2016年に、元来の表記である、太夫に戻した。また、若太夫のように、太夫の前が二拍の場合は、太夫、義太夫、腰地太夫のように二拍以外の場合は、太夫と読む。太沢の三味線を使う。座り方は正座であるが、 膝を広めに座り両足の間に完全に尻を落としている。響きが重いことから、ふと、細竿は、細とも言う。古くは一つの人形を一人の人形使いが操っていたが、1734年に、足や銅満を打ち明で三人使いが、考案されたと伝えられ、詳細は、足や銅満を打ち明三人使い参照。現在では三人で操るのが普通である。 おもづかいが首と右手、左づかいが左手、足づかいが足を操作する。頭と呼ばれるおもづかいの合図によって呼吸を合わせている。黒子姿だが重要な場面では、おもづかいは顔をさらすこともあり、手づかいと呼ばれる。左、足づかいは顔を隠している。1861年、文久元年観光の文献による。文楽人形には男女のほか年齢。 身分、性格によって、頭が異なり、それぞれ以下のような種類がある。素材は、基礎ひのきを持ち、眉、青地、目、引き目、寄り目など動くものには仕掛けを、また内部にうなずき糸をつけるなどして、表情を豊かにする工夫が施されている。頭を動かすための操作作には、クジラヒゲが使われる。人形の衣装は、その都度脱がされ、 頭と別々に保管されている。よって使用する際には、人形使いは、自分で使う人形の衣装をつけることが必要となる。それを、人形ごしらえという。人形芝居が、江戸時代初期に、三味線音楽浄ジョルリと結びついて生まれたとされる。太夫では、竹本座を大阪に開いた、竹本義太夫。作者では、近松門左衛門や機械音といった。 優れた才能によって花開いた。一時期は歌舞伎をしのぐ人気を誇り、歌舞伎にも様々な影響を与えた。今日でもやぐらした最高位の太夫は芸事における地位が高いとされる。多くの歌舞伎が人形浄瑠璃の本案であり、浄瑠璃を省略なく収めた本を丸本と称するところから丸本物と呼ばれる。その後、福内気外、平賀県内により、 江戸城瑠璃が発生した。18世紀末から19世紀の初めにかけて、完成年間、淡路刈屋出身の諸生上村文楽圏は、歌舞伎の人気に押されて廃れつつあった人形瑠璃の、系統を引き継ぎ、高津橋、大阪市中央国座を作り再興させた。この劇場は1872年、三世、上村文楽圏、文楽王の時に、松島、大阪市西区に移り、 文楽座を名乗る。明治末期には文楽座が唯一の人形浄瑠璃専門の劇場となったことから人形浄瑠璃の代表的存在となった。1909年には文楽座は松竹の経営となり松竹が文楽の工業を行うこととなった。文楽座は後に五霊神社境内大阪市中央区に転。消失後の1929年には四ツ橋、 大阪市西区に新築移転したが、1945年の大阪大空襲で再度消失。翌1946年に復興したが、1956年、道頓堀弁天座と大阪市中央区へ新築移転した。復興に関しては、細井育太郎が戦火を免れた四国を、周り人形を収集、多大なる貢献をしたとして、王獣法賞を授与された。 また細井育太郎は文楽座学屋周りの責任者として長く支えた。1948年、松竹との待遇改善が絡み、文楽会は会社派の文楽元会と組合側の文楽三和会に分裂した。こうした内紛もあって、戦後は工業成績が低迷。1963年、松竹は文楽から撤退し、 文楽座も朝日座と解消。新たに大阪府、大阪市を主体に、文部省、現、文部科学省、NHK の講演を受けた財団法人文楽協会が発足し、文楽会は再統一され、再出発することとなった。1984年には国立文楽劇場が完成し、小畜の撤退後も時折文楽を興行して、 大阪の文楽の常識的役割を担っていた道頓森朝日膝は長い歴史の幕を閉じた。2003年、人形浄流璃文楽が人類の交渉及び無形遺産の傑作と宣言された無形文化遺産参照。2012年、有料入場者数が3年ぶりに10万人を超えた。劇場の開場25周年だった9年度以来。2014年、 日本財団が人形浄瑠璃文楽の普及を目指し日本文楽プロジェクトを立ち上げ東京オリンピックが開催される2020年まで年2回の全国公演を実施することを発表した2015年2014年度の入場者数が増加1994年度以来20年ぶりの高水準で1984年の劇場会場以来3番目に多い 平均入場者数は過去最高となった。3月には日本文楽プロジェクトの一環で六本木ヒルズのアリーナに日の木舞台を組み立てての公演を実施した。江戸時代から見て過去の出来事を扱った時代物と同時代のことを主題にした世話物がある。ほとんどの作品は江戸時代に創作、初演されたものだが明治以降に創作。 初演された作品もある。江戸時代に成立した古典の文楽では、当時は当たり前の様式や言葉遣いが現代人にはわかりにくいものになっているが、その解説を無線で劇場内に飛ばしイヤホン端末で客が受けるものをイヤンガイドと呼んで、国立文楽劇場や国立劇場内売店で本体保証金とイヤホンガイド料金で購入し、終演後に 本体返却時に保証金は返される。英語版もある。邪道というものもいるが、イヤホンガイド登場以前も、文楽観劇では、文楽通が、文楽初心者に、客席でひそやかに解説する習慣があったが、歌を聴くオペラやミュージカルと違い、ギラユーを聴くだから許された、観劇習慣だった。二から三日の地方公演の場合、イヤホンガイドの代わりに、中日劇場は、字幕表示。 名古屋市芸術創造センターや博多座の場合は開園前に開設される。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。